これは遥か以前に起こったこと、これは明日にでも起こり得ること。このようにして誰にでもある時旅立ちは訪れる。水が十分に満ちた時、身に何もまとわず泳げるようにしておかなければならない。トラム、あそこにトラムが来ている。ポケットの中で電話が鳴っているけれど、私には今答える時間がない。後でメッセージを送ろう。どのくらい鳴っていただろうか。水面下では昼でも夜でも頭蓋骨の中でも鳴り響いていた。そう、私はこなそうとしたのだ、すべてを。私は会議に遅刻した。集団の反応は大抵判別しにくい集合体の順位に配慮した暗黙のルールが変化を覆ってしまうからだ。私は長いこと走り続けてきたが、一度も間に合うことはなかった。私は身を置く場所がなかったのだ。私は努力したのだ、ありとあらゆることを全てお投げ出しもせずに。黒い空がこちらに身を寄せ、トラブが向かってくる。さあ行かなければ、血をたぎれ、血を燃やがれ。会議、会議、会議。危なかった。バスの側面が額をかすめるところだった。私を掴んだのは誰だろう。誰も見えない。肩に何か当たった。会議、会議、機構の報告書、書類、やから排出せ、規制、不満、クレームプレゼン。胸元まで泥に浸かった悪夢の中で、私は油まみれの鳥たちを洗う。重々しいタイヤに道は音を立てて揺れる。クイック、クイック。誰かが止めようとしているのだろうか。私は行く、私は旅立つ。書類をベンチに残して、プレゼンを放棄して行かなければ。水が満ちてきた。まだ間に合う。どこから鳥の鳴き声が聞こえる。クイッカ、クイッカ。どこかで水のせせらぎが聞こえる。メモを見つけると、私はすぐに名前を書き込む。鳥たちは解放された水を探している。鳥たちは泉を探している。私は列車のベンチに座って、遠くでどのように鳴いているか、絶えず聞いている。奏でているのだろうか。誰が私を呼んでいるのだろう。
列車からバスに乗り換える。報告書の切れ端をチケット代わりに、バスは逆行して進む。窓は暗い鏡のようで、私はほぼ涼しい風に当てる。私は影についていく。頭皮の木々の扉が開き、雪に押された木の枝が進むべき方角を指し示す。知っている。